どうもフルゼロと申します。今回は11月27日に登場した復刻メダルについて簡単に見ていこうかなと思います。先に評価だけ述べておくと、5段階中個人的には4から 4.5 は上げたい。かなり当たりな週です。自分の中ではルーシーの時と同じくらい評価が高い、あるいはそれ以上の価値を感じています。これは結構ね、課金して取るのはありだと思ってますね。なかなかにいいメダルが揃ってるんで、まあとりあえず見ていきましょう。おすすめメダルとしていくつか挙げたいなと思います。まず一番のおすすめは何といってもアメメダル。クリティカル発生時スキル位置が 5% 短縮っていうもので、他のクリティカルが 3% っていうことに比べると非常に珍しいですし、強力なメダルとなっています。タグは揃えにくいっていう弱点はありますが、この 5% 短縮っていうのは他にはないので、確保できる方は確保したいメダルですね。今後黒ひげ海賊団とかも来るでしょうし。続いてはキッドの相棒メダル、ダメージカットメダルですね。おすすめの編成はこちら。体力 70% 以上の時、ダメか 5% が2枚発動する編成です。タグも必要最低限のものは揃っているんで、キットローとかニカみたいな防御力が高いキャラにつけるのがかなり強力だって思っています。3つ目、チョッパーメダル。フェスゲンのマルコ、そして少し前に来たイベントメダルのチョッパーと組み合わせると、なかなかに強力なゲッターメダルになっています。チョパエモンメダルとも組み合わせれますし、明日来るであろうチョッパーのことも考えるとかなり優秀なメダル。まあスキル位置は合わせられないんですけれども、やっぱりゲッターメダルとして強いのは、まあ一枚は確保しておきたいっていうのが個人的な意見ですね。最後、注目メダル4つ目がミラミラメダル。ジャスト回避をするとスキル位置が 6% 短縮できます。固有特性がそもそも優秀ですし、ビッグマム海賊団っていうこともあって、タグも比較的揃いやすいです。シャーロット家は数が多く、今後もちょっとは強化されるとは思うんで、まあ1枚は持っておきたいかな。だいたいこんなところですかね。他にも遺贈茶化メダルみたいなクリティカルメダルがあったりっていう風に、全体的に見てかなり優秀なものが多いのが今週のメダル。中でも先ほど紹介した4枚は、個人的には1枚は確保しておきたいところ。特にアメメダルは3枚欲しいかな。買うか迷っている方はおすすめしたい、そんな週ですね。てな感じで、以上、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。おもろいな。いや別に自分だけ 2% 短縮とか、怒ってへんね。全然怒ってへんねんけど、バカにして。